あざっす。綱引きやったことありますか？多分小学校の時とかも赤段白段とかに分かれて綱引きやったことあると思うんですけども、大人になってから綱引きやる機会があんまりないと思いまして、かといって僕ちょっと最近筋トレしてるんで、あの筋肉結構あるんですよ。この筋肉を持ってすれば、多少のちっちゃい子供たちであれば集団でかかってきても多分一人でも勝てると思うんですよ。こぞってかかってきても多分僕ぶっ倒せると思うんで、今日の検証は子供たち何人まで僕は勝てるのかちょっと検証していきたいと思います。というわけで子供たちのみんなに来てもらっております。みんな集合！あ、こっちかな？あ、こんにちは。はい、というわけで今日はみんなに集まってもらいました。おじちゃんにみんなまだちっちゃいじゃん、おじちゃんよりちっちゃいでしょ、ちっちゃいでしょ。おじちゃんだったら何人までみんなでかかってきても勝てるかなっていう実験をしたいんだ今日は。実験だから最初は一人対一人でやって、多分勝つじゃん、おじちゃん強いから。おじちゃん勝つからどんどん人を増やしていこう。何人まで勝てるのかっていうのを今日はやっていきましょう。はい、というわけで早速小学生を一人ずつぶっ倒していきましょう。ルールが、じゃあこの黄色いサークルがあるんですけども、真ん中の黄色いやつがこの円から出ると負けです。そして審判はフィリピンから来ていただきました。おい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 、こちらのジャッジの方にお願いします。今日はよろしくお願いします。公正な判断で、あ、公正な判断、小学生とか関係ないと私全力で潰しにかかりますので、よろしくお願いいたします。はい、かかってこいやよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで負けるわけにはいかんからな。では、よい。終了です。さあ、さあ最低これが俺の力だ。続いて2人です。ここしっかり勝ちたいところではありますね。じゃあよろしくお願いします。はい、いきます。レディー。まだ余裕。あれ待って、ちょっと待って。頑張れ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 。1対3です。ちょっと今2人でちょっとおやおやとは思ったんですけど、3でもさすがにいけると思います。頑張っていきましょう。しゃあ大丈夫いくよ。よい。これで4人目です。ここがヤングワンの気がします。いきます。よーい。おおおお、あれ、あっ、あれ、あっ、あっ、あっ、あ、まだ勝ってます。じゃあ続いて5人行きましょう。よし来い。よい。やったぜ。どのまじゃーい。それ5人いきました。ただまだ戦えそうだな。6人でいきましょう。よし来い。いきます。よい。負けたくない。だけど負けてほしい。これは負け。
や、すごいよ。すごい。もう、もうちょい行ってみるか。じゃあ次、7人行きましょう。上がってこい。行くよ。大丈夫ですか？ OK。行きます。よーい。ファイト！結構頑張った方だと思うけどな。いや、強い。おめでとうございます。みんなでやるか、一回みんなでやろう。ただこっちは経験も使うけどな。よし、行きます。怖え。強い。